聖書を拝読します。詩篇1 4 1一3節です。拝読します。主よ私の口に見張りを置き私の唇の塔を守ってください。アーメン同会所先生の代わりにインハギョン牧師が口に見張りを置こう。 というメッセージを取り次ぎます。シャローム聖歌隊と西オーケストラの賛美に感謝します。特別賛美を捧げてくださった。こういう重傷だ。ありがとうございました。昔、韓国に朴万毒という身分の低い人がいました。 ある日一人の身分が高い人が彼のところに肉を買うために来ました。そのうち一人は習慣通りに、おい、満足、肉一斤くれと言いました。満足は、はいと肉一斤を渡しました。その後もう一人の身分の高い人が来て、パクさん、肉一斤くださいと優しい声で言いました。 ところが、後に来てあ、後に来た人に渡した肉は、先に来た人の肉より、ちらっと見ても大きいそうでした。 同じように一金と言いましたが違いがあまりにも大きかったので先に来た人が怒って詰め寄りました「おい同じ一金なのにあの人のものは多くて私のは何でこんなんに少,少ないのか」すると満足は当たり前のようにこう答えました「お客様のものは満足が切ったもので」 次のお客様のものはパクさんが切ったものだからですこのように言ったそうです人は同じですが気分によって切り方が変わるのです 愛する生徒の皆さん、韓国に一言で潜入の狩りを返すということわざがあります。これは知恵ある一言で相手を感動させるとき、大きな狩りがあっても返せるという意味です。 これと反対に三寸の下が人を殺すということわざもありますたとえ三寸つまり約9センチぐらいにしかならない舌ですが間違って使うなら死ぬかもしれないから言葉,の言葉を軽々しく吐き出してはいけないという意味ですペトロはこの小さい舌で信仰の告白をしてイエス様に褒められましたそれだけでなく後に一番弟子の使命を果たす光栄をいただきました 反対にイスカリオテユダは三寸の下で死であるイエス様を銀河30枚で売り渡しました彼の最後は惨めで永遠に地獄で苦しむようになったのですこのようにイエス様の弟子だったペテロとイスカリオテユダ2人の違う結果を私たちは知っています つまり言葉はその人の心の表現なのです。言葉によって人それぞれの命が決まることもあります。生徒の皆さん私たちが生きている現代をマスメディア時代だと言います。 メール、SS、SNS などが普及されて、文化生活に大いに役に立っていますが、逆の機能も多くて、社会的な問題にもなったりもします。SNS で伝えられる映像や文字も、言葉のように心を伝えて表現する媒体なので、これを気をつけな、これも気をつけ、気をつか、つけなければならないでしょう。このように言葉は、 そして文字は幸いにもなり災いにもなります。このようなことを私たちがあまり、あまりも簡単に使う傾向があります。 私たちが言葉と文字の波及効果を考えるなら、決して簡単に使うことはできません。人事、人事、文字一つ一つには必ず責任が伴うからです。これが抗議なのです。すべての答えと祝福は神様の抗議と愛の中で与えられます。もちろん、神の前で罪を犯すなら、神様との間に隔てのカビができて、答えも祝福もいただくことができません。 誰が心を積んできたものをわざと崩したいでしょうかしかし実際多くの方が唇を,唇を制御できなくて心を込めて積んだものを自ら壊すのが見られますつまり神様にふさわしくない言葉と文字によって信仰によって積んだものが崩れるからですずっと信仰によって積んでいかなければならないのに積んでは崩すのを繰り返すのです すると原点になります。明日このくらい積んだなら、積んではまた崩しました。そうすると原点にな,りなるのでしょう。持続的に積んでいかなければならないのに、言葉や行いで、それを崩す場合が多いということです。 ずっと信仰で積んでいかなければならないのに、積んでは崩すのを繰り返すのです。それでこの時間は、道会所先生が2009年と2011年に説教された、口に見張りを置こうというメッセージをもとに伝えようと思います。このメッセージが、生徒の皆さんに力になって、神様が備えられた答えと祝福を全ていただけますように。 愛する生徒の皆さん、今日のメッセージのタイトルは、口に見張りを置こうです。ご一緒に言いましょうか、口に見張りを置こう。アーミン見張りとは、見張ること、目を配って番号すること、またその意図を意味します。このような意味で、口に見張りを置くのなら、まさに唇の塔を守れます。 この見張りをいつも心に置いて話すなら、私たちの誠の主人であられる神の御心に従って、真理の言葉を話すことができます。さらに進んで、いつも言うべきことと言ってはならないことを調節することができるのです。またい15の18の前半節に口から出るものは心から出てきますとあり。 又い十二の十五に「良い人は良いくらから良いものを取り出し悪い人は悪いくらから悪いものを取り出すものです」とあります。 良い心を持っているなら良い言葉を口にして良いことを行うでしょう。反対に心が悪いなら悪い言葉を口にして悪い行いをします。また、御霊の実である自生の実が完全に結ばれたなら心から言うべきことと言ってはならないことが調節できます。 時と場所、そして話を聞く相手に合わせて、最も適切なことを言うことができるのです。いくら良い言葉でも自制しないで口にするなら、かえって恵みを与えなかったり、得を高めない場合があるからです。また自分の方では良い意図で言っても、相手は良い,は良いと受け取らない場合もあるのです。ですから私たちが完全になるまでは、 口に見張りを置かなければなりません。それなら、口に見張りを置くということはどんな意味でしょうかこの時間、三つに分けて説明します。愛する生徒の皆さん、口に見張りを置くためには第一、全てのことにおいて無駄な言葉を口にしてはいけません。 無駄な言葉はそれを口にする自分はもちろん聞く相手にも益になりません。それなら無駄な言葉はどんな言葉でしょうかその中でもまずあ全ての信に入れない言葉が無駄な言葉です。闇の言葉 心に出ない言葉が無駄な言葉なのです。その中でも、まず偽りは無駄,でだけで無駄であるだけでなく、自分と相手,に相手にも害を与えます。相手が偽りを事実だと信じれば、物質的や、 精神的にも被害を受けることもあるからです。偽りは自分自身にも害になるのですが、それ自体は肉の行いなので、神様の前で罪になります。ですから、いくら些細なことも、ことでも偽りで言い逃したり、 隠したりしてはいけません。皆さんが誰かと約束したのにもし守らなかったなら結果は偽りを言ったことになるでしょう。この説教をされた当時、童会長先生が例え話をしてくださいました。それをお伝えします。ラスベガスに住んでいるある男性の執事さんがいましたが、その方から届いた手紙の内容です。この方は、 その当時、道会所先生の説教を約2000編聞いたそうです。重要なことはもっと聞いて、先生の著書も全部読んだそうです。 説教を聞いてみたら本当に命の御言葉だなと思いました御言葉の深さを悟るとこれまで信仰生活をしてきた全てが虚なしく感じられたそうですそして心が熱くなって私が主のしもべになって魂を救わなくてはと思いましたこの清めの福音を伝えなくてはいけないと思うようになり結局主のしもべの道を歩むために「進学校の入学推薦書を書いてくださいと」と手紙でお願いします お願いしたのです。このその手紙の内容はこうです。その方がラスベガスに住んでいるから、そこで教会を開拓すればよいでしょう。知り合いが多いからです。しかしラスベガスから離れて開拓する状況になったのです。それはその方が通っていた教会が開拓した当時、担任牧師とした約束があるからです。 私がラスベガスに住んでいる限り決してこの教会から離れませんと約束したのですその約束のゆえ下しもべになって教会を開拓するとしてもその都市では開拓できないということでした 自分が身を置いていた教会から離れないというこの約束を守るためにラスベガスを離れて他のところに行って開拓しようと道会所先生に祈りの依頼をしたのですその手紙を読んだ道会所先生は心が熱くなりました神様が愛することのお出来になる誠に熱くて素晴らしいしもべをもう一人見つけた千金を得たようだと言われました立派な書を得たような心だった 心だったのです偽りを言わないで前にした約束までも守るために自分が住んでいたところから離れて教会を開拓しようとしたからです。私たち皆がこういう心ならどうして神様に愛されないでしょうか前の約束でも一つ一つ思い出して守れるならその図こそ神様とそして神様から信頼されるでしょう。 この羊さんの事例が私たちにも大きな悟りになったらと思います。自分の状況が変わったから、愛にした約束を守らなくてもいいだろうという心ではないのです。移り変わることがないなら、決して偽りを言う必要がありません。 私たちはこのような心遣いを心に刻んで、いくら些細な偽りでも言ってはいけないでしょう。次に無駄な言葉は、的外れな答えです。的外れな答えとは、聞かれたこととは全く関係のない、トンチンカンな答えを言います。的外れな答えをすれば、聞いた人の立場では答えを得られないので、じれたいです。またその質問に合う答えを、答えを得てこそ、次の会話に進めるのです。同会場先生は、先生と話す 話す方々の中で的外れの答えをしない人は100人のうち1人2人しかないと本当に不思議だと言われましたほとんどの方が的外れの答えをすると不思議だと言われました講談であれほどたくさん言っても心に留めないと言われましたある方は何を悟らせようとしても的外れの答えをするのでま 悟らる悟らせることができないと言われました。次の日程があるから、すぐ答えをくれなければならないのに、まとわずれな答えをしたから、内容の本質と、本質に接近することができないからだと言われました。それで、同会所先生も悟らせることができなかったのです。特に、信仰相談の場合がそうです。 相談を受ける人が相談する人を助けるためにはその問題が何なのか把握する必要があります。それでその質問をしたのに的外れな答えをするなら問題の原因の把握が難しいでしょう。問題をすっきり解決してあげることが 難しいのです。お腹が痛くて病院にいたら、どこが痛いですかと聞かれたとき、お腹が痛いですと答えなければならないでしょう。それなのに、足がちょっと変ですとか言ったら、 そのお医者さんは患者を治療することができるでしょうか私たちも正確に答えてこそ霊的な問題や必要な問題が解決されるでしょうそのような相談ができるでしょう。 同会場先生に家族や団体が相談する場合、いつも時間に追われているので、話す時間が10分、ないし20分くらいです。この時もまとわずれな答えをするなら、同会場先生がいてあげたいことが言えない、とてももどかしいことをいつも経験すると言われました。 愛の豊かな道会所先生がその短い時間でもどうしてもその方が祝福されることを教えてあげたいのに的外れな答えをするのでその問題が解決できないのです。相談を受ける意図は虚なしく時間だけ取られて相談を依頼した方は問題が解決されないので何とも。 無駄なことでしょうかですから皆さんもこのような習慣をな直しますように。自分の心が真実なら、的外れの答えが出ないと言われました。それなら的外れの答えを減らして捨てられるでしょうか相手の話を耳に傾け、傾けて聞くことだけでも減らすことができます。大抵の場合、自分の思いの中で、 まとわずれな答えをします。それが大きい罪になるのではありませんが、誠に無駄な言葉であることを覚えておきますように、もちろん、まとわずれな答えには、偽りもあり、人のせいにする言葉もあるかもしれません。例えば、アダムに、私が食べないようにと言われた善悪の知識の木の実を食べるのか、食べてはいけませんと言われたとき、 アダムはどう言いましたか女が食べるようにしましたと答えました。まず、自分を隠そうという答えをしたのです。言い訳するために的外れな答えをしたりもします。こういう言葉は神様の前でさらにふさわしくありません。また、真実を隠すために的外れな答えをする場合もあります。 このような死に出ない言葉である、的外れな答えが無駄であることを確かに知って捨てますように。また、冗談や世の流行語も生徒には無駄の言葉です。冗談は遊びで言う言葉、ふざけた内容の話です。冗談をよく言う人は軽く見えます。こういう人は信頼できないので、秘密を分かち合ったり、大事なことを任すことも難しいです。皆さんがあることを任せなければならないとき、冗談をよく言う人に大事 大事なことを任せるでしょうか？そう、できないでしょう。なぜでしょうか？冗談を言う人は信頼できないからです。ある重要な話をしても冗談をよく言うので、他の人にその内容が漏れるかもしれません。信頼できないので、重要なことを任せられないのです。特に！公の席に立つ人はこれをいつも気をつけなければなりません。 以前ある方が雰囲気を盛り,上がら盛,り上が盛り上げらせるために社会をしながら冗談く田舎の方言を使ったことがあります社会をしながら司会をしながら冗談く田舎の方言を使いましたが同会場先生がそれを聞いて 同会所先生の田舎の,ひ田舎の方言だったので先生も思わずにそのような表現を使ってしまったのですその田舎の方言はあのあれだこれだという意味の方言ですがちょっと世の中では他の意味でも使われますので 人が軽く思うかもしれない単語だったのです道会長先生はそういう分野も気をつけている方なのでそれを思わずに使ったことにとても申し訳なかったと思いそして恥ずかしかったと言われました。 皆さんあのとても恥ずかしくなったらどうでしょうか顔も赤くなるし心からはとても刺されるのではないでしょうかそのような姿一つ一つ私たちが見習わなければならないでしょう講談で使うのには適切ではない言葉を使ったと思って司会者を通して聞いたことが一瞬出て とてても戸惑っ恋愛の後と牧師館に行ってもう一度考えてみたら田舎の方言は講談で使,える使うのにはとても聖なる言葉ではないようだと思われたそうです。 このように公の席に立つ方の一言が生徒の心に入力されます。はい、講談で公の場に公の席に立つ方々選挙会の会長や地域長、組長、区域長がこのような一言を言が生徒の心に入力されることを思わなくてはならないでしょう。 このように公の席に立つ方の一言が生徒の心に入力されるので、 心にふさわしい言葉を使わなければならないでしょう。またそれを聞く人が使うこともあるので、冗談やふさわしくない言葉は使ってはいけないと、同会所先生は言われました。愛する生徒の皆さん、また冗談をよく言う人は清められることが難しいです。例えば、ある人が他の人に鉢を書か,かせたり、恥ずかしい思いをさせて、それを見る人が、見ている人が笑うようにします。ひょっとして、 上相手が不愉快になれば冗談なのにどうしてとすまないとも思いません冗談の中にも事実を膨らませて誇張させされた内容や全く道理に合わないむなしいことが多いのです道会所先生がこの分野も例え上げてくださいました聖地巡礼に行った時ガイドの 話をセント信じてはならないと言われました。参考にだけして心に留めてはいけないと言われました。なぜかというと、道会長先生が1989年、聖地巡年に初めて行かれたとき、ガイドの話を最初から最後まで熱心に集中して聞かれたそうです。 もともと同会場先生の性分は、相手が話をするとき、周知して聞かれます。その国に住んでいるガイドだから、よく知っているだろうと思って聞かれたそうです。ところが、その次の聖地巡礼に行って、他のガイドの話を聞いてみたら、全く違っていたのです。 なぜこんなに違うのかと思,思いましたがその次に聖地巡礼に行ってまた他のガイドの話を聞くとその時とまた違う,な違う内容を言っていたのですガイドによって内容が違ったのです一つの例を挙げるとエリコの町に関する エジプトから出た民の第2世代がヨシアに聞き従ってエリコの町を7日間周りを13度回り最後に声を上げると城壁が崩れ落ちましたところがガイドはこの城を集築した時を 地質学の年代で区分すれば、一万何千年になると言いました。そうなると、人間工作の年代が合わなくなります。学者たちはエリコの、エリコの城壁が崩れ落ちた時を一万何千年前だと言いますが、そうなると聖書と合わなくなります。 これを聞いて聖書,を読めば聖書を読んだらそれが理解できるでしょうか人の言葉なので私たちはそのガイドさんのことをガイドの言葉を信じることができないでしょうこの時誰の言葉が真実だと入力させなければならないでしょうかそれで全部無にしたと言われました ガイドによって違う分野があるということですもちろん入力させて良いこともあるでしょうそのようなことは三宅がつくと思いますただ聖書にある通りに参考にしてガイドの言葉は無にしたということですなぜでしょうか全部ではありませんが大抵ガイドはよく冗談を言います ですからそのまま聞いてはいけないと言われました私たちの教会で聖地巡礼に行けばガイドが最初は冗談を言っていると雰囲気がちょっと変だと感じるそうです笑わないし耳を傾けようともしないから口を閉ざしてしまうのだそうです それであ,あの方たちは冗談を言ってはいけない方たちなんだとそれからは冗談を言わないのです真実なことだけ言うからこのガイドさんはあの私たちの教会の方々がとてもいいと感じたそうですそしてよく従って行うし移動するしよくあの時間を合わせてくれるし 正直な話だけしているからガイドがとても嬉しかったそうです。それでガイドが冗談を言わなくなるのです。 このような冗談のような言葉は全て聖なる子どもたちには合わない言葉です。エペソード5のように「神の愛を頂い,いた子どもにはみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。このようなことはよくないことです。むしろ感謝しなさい」と言われました。 生徒の皆さん、世の中の流行語も同じです。それには世の風潮が込められています。そ,そんな言葉を使うなら自分の、自分も知らないうちに世の風潮に染まるようになります。新しいエルサレムを望む生徒なら、使えない方がいいでしょう。ある人はこう言うかもしれません。 それなら世の中でどう適応して生きていくのでしょうか冗談を言うから天国に行けないのですか流行語を使うから天国に行けないのですかこんな質問をするかもしれません。はい、必ず、必ずしもそうではありません。しかし、天国。 特に新しいエルサレムに行くことは簡単ではありません。信玄22-11に心の器用さを愛し、優しく話をする者は、王がその友となるとあるように、王の王なる主の友となって、ビザの近くに行くためには優しく徳を高める話をしなければならないでしょう。そうすると、 神様から周りから愛されるようになります。映画やドラマを見れば汚い言葉がたくさん出てきます。友達のように仲がいいのに自然に汚い言葉から始まってまた汚い言葉で終わります。聖なる神の子供たちがひょっとして汚い言葉を口にしていいでしょうかイエス様は。 このように汚い言葉は絶対しませんでした同解女,女先生の説教を聞きまた同会女先生の近くにいながら先生が世の言葉を使うことを見たことがありません例えば 道会先生が泥棒という表現をするときどんな表現を使うでしょうかどんな言葉をよく使ったでしょうかはいそうです。同会長先生は泥棒にも泥棒さんと表現します。ところが私たちは泥棒さんと言うでしょうか申し訳ありませんが。 泥棒のあとにもっと言いますね。何々と言いますね。しかしあの道会長先生は泥棒さんと言っておられます。泥棒でも尊重するというか、泥棒でもあの帰られたら天国に行けるのではないでしょうか。悔い改めたら天国に行けるから。 同会場先生はそのような表現を使っておられたのです万民の中高生は学校では良い言葉を使っているでしょうそうなので先生に愛されて友達にも愛されますそうでしょう 勉強もできるので友達や先生に信頼されて愛されるのです。満民の中古生は違うという言葉をよく聞きます。満民の社会人も認められてとても愛されています。金与哲や二分の時証しをしてくださった掃除姉妹の話もそうです。会社から認められて愛されてひょっとしてその姉妹が心に出ない言葉を使って。 またその文章を残したりその行いをしたら最年少の課長に昇進できたでしょうか満民,民の社会人らしく私たちの同会場先生はこういう方ですとあの堂々と話したのではないでしょうか。 あの、この、あの、掃除姉妹は、道会所先生のことをせっかちだと表現しましたが、そのせっかちという表現の中には、道会所先生は自分のものを節約して、どうしても節約して、あの、施しをしようとする姿の表現が込められています。道会所先生の生き方は、主に出会った後、今までそのような生き方をしました。自分のためには、 アイスクリーム1つジャージャー麺1つ食べないで魂のために施しをして神の国を広げるためには惜しまずに全てを捧げましたそういう方が道会所先生です。アーミン そうなので、SNS でも、同会場先生の、SNS に、掃除姉妹が同会場先生に関した、あの、文をあ、文を統合したとき、それに関して何も言われないで、最年少課長として昇進したことを見たとき、万民の若者らしいと思いました。私も、 去年のあることを通して、万民の若い方々、社会の方々に、えー、聞いたことがあります。教会のことでいろいろ聞かれますかと聞いたとき、何も聞かれたこともないし、むしろ愛されて一生懸命にしていて、同僚とも仲が良くて、他の人が辛いという仕事も、 喜んで自分がしていますということを聞いたら、やっぱり万民の生徒は違うんだ。万民中央協会の e 0 6先生の生徒は確かに違うということを感じました。それで誤解した言葉や、誤解の言葉や、そして悪い言葉を聞いたことがないということも聞きました。以前、同会所先生が中古生と話をしましたが、中古生がこう言ったそうです。土産に行く時間になった。 土産と言ったそうです。その時、同会所先生はそれが何の意味なのかわからなかったそうです。その後調べてみたら、土産は土用産美恋愛で、火産は火用産美恋愛の略語だったのです。ところがこの場合は流行語ではありません。これは実際に使っている言葉です。実際の言葉を省略するのだから、それは大丈夫だと言われました。 しかし変な流行語を使ったり全然わからない世の風潮に従わせることは私たちの魂に無駄で害を与えます。次に私たちが無駄の言葉を口にしてはいけない重要な理由があります。またイ12の36にイエス様は「私はあなた方にこう言いましょう」。人はその口にするあらゆる無駄の言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりませんと言われました。 私たちが無駄な言葉を口にしたとき、悪意がなくても、裁きの日には言い開きをしなければならないということです。この御言葉を決して軽く思ってはいけません。神の御言葉は一点一角でも決して、捨て、れることなく全部従順されるので、裁きの日に問われていいでしょうか。ひょっとして、私たちが無駄な言葉をしても、自ら 罪を告白して悔い改めたらそれがなくなります。 しかし重要なことは思わず口にして自分も忘れてしまった無駄な言葉がたくさんあるということですこの無駄な言葉は口に見張りを置かずに何も思わないで口にしてしまった言葉なので問題になります皆さんが天の御国に報いを積むならこの地上でも祝福されますところが天の御国に報いをたくさん積んだとしてもそれを全部崩す場合もあります 死に至る罪を犯した時がそうです。そのような場合は結果は死なので天の三国に報いを積んでおく理由がなくなります。しかし死に至ることではない罪を犯した時はそれだけが崩れて依然積んでいた報いはそのまま残ります。こういうことをよくわきまえなければならないでしょう。 また唇の言葉も本当に死に至ることがあります。精霊を暴読、けがし、逆らうことにあたるのです。このような罪を犯せば報いが全部崩れてしまい、無に帰ります。このような場合は心を砕いて罪を告白し、悔い改めて神様との隔ての,隔ての壁を壊さなければなりません。これまで一生懸命に、 忠実に働いて積んできました。しかし、精霊を暴読し、怪我して逆らったなら、それによって神様との隔て手手のケブが好かれない状態になるのです。ですから、天皇いを積む必要がなくなるのです。悔い改めたなら、 また積んでいかなければならないでしょう。ですから私たちは、口の言葉や行いで精霊を冒涜して、怪我して逆らってはいけないでしょう。いつも真理を守らなければなりません。ひょっとして自分の心がまだ完全ではなくても、必ずその罪だけはしてはいけないのです。報いが全部崩れると思ってみてください。とても、 いずれなことではないでしょうかさらに具体的に、もっと具体的に説明すれば侵攻の一段階では死に至る罪を犯した。 何も知らないからです。信仰もなく、信任も知らないので神様が責められないのです。ひょっとして初心の方や信仰の1段階、また2段階なら心配しないでください。まだ幼い信仰だからです。しかし信仰の3段階は違います。青年の信仰です。硬い食物を食べるような信仰です。 信仰の3段階やその以上の段階で死に至る罪を犯したなら、信仰の1段階や2段階に落ちてしまったのです。 4段階の人も、5段階の人も、1、2段階に落ちる場合があります。青年がそれだけし,しっかりしていなければならないのに、1、2歳の幼い子のように変わってしまったなら、それは死の直前でしょう。死に至る罪ではなくても、普段荒々しい言葉を使う方がいます。 あまりにも気楽に荒々しい言葉を使うのです。こういう場合は死に至る罪ではないので唇で罪を犯したことを悔い改めるならその度に壊れるのです。しかしある場合唇の言葉によってできた罪の隔ての壁が大きいのにその壁を壊さない場合,あり場合があります。 それは自分が口にした言葉を覚えていないので、悔い改めることができないのです。昨日言ったことを覚えないし、またある場合は1時間前に口にした言葉を覚えていないのです。 そうなので問題なのです。こういう場合は罪の隔ての壁を壊すことができません。ですから無駄な言葉や冗談は自分自身のために口にしない方がいいでしょう。主の下辺の働きをしていると無駄な言葉によって罪の壁になっていて苦しんでいる人が結構います。早くこの壁を壊さなければならないのです。 生命みたまに感じて聖霊に満たされ動かされて悟らせてくださいと祈るとかそうでなければ夢の中でも現れて指摘されてでも壊さなければならないのですある問題があるそして解決できない病気によって苦しんでいる時必ず問題があるので神様に祈って 自分が罪を犯したのではないのか、祈りながらそれを悟って捨てなければならないでしょう。1999年の放送事件の時、どれほど多くの人が無駄な言葉を口にしたでしょうか。そうなので、神様との隔ての壁をたくさん積んで答えが遅くなったりもします。しました。反対に海外にいる方は答えが早くなったのです。 老外女先生が祈れば、ほとんどが癒されて答えをいただきました。特に隣の国や海外から訪問する生徒の皆さんも、ほとんどが癒されました。なぜでしょうか枝ての壁がないからです。ところがある方は祈りを受けても癒されません。それは1999年の放送事件と観念があるからです。 隣の国の方々は、道会女先生を裁いたり罪に定めませんでした。ですから速やかに癒されて、写真だけ多くて道会女先生に時間と空間を超える祈りだけ受ければ癒されることが見られます。近くにいる私たちの中では裁いて罪に定める人がいました。神様が愛してその言葉を確かなものとされている方をなぜ裁いて罪に定めなければならないでしょうか 無駄の言葉を口にしたので、病気にかかった方が多くいました。ある方は悔い改めできなかったので、病気になって亡くなった方もいました。本人は悔い改めたいと切に臨みましたが、結局解決されませんでした。また、事業の場、職場で問題が起こった方もどれほど多かったでしょうか。理由もなく髪の糸をさばいて罪に定めたからです。それによって、 問題と試練困難にあったのです生徒の皆さんは今からでもこの無駄な言葉を口にしないように全てのことに注意しなければならないでしょう歴史にあったことはまた歴史の中で起こることを皆さんはよくご存知です 1999年のことが今考えてみたらとても似ているのではないでしょうか。しかし皆さんは口の言葉をとても記憶して、そして行いもそのようにして、この祝福の時間が過ぎたら、道会長先生を通して私たちに神様がどれほど祝福してくださるでしょうか。 生徒の皆さん一人一人がとても大切な方ですご一緒にたの隣の方々と挨拶してみましょうかとっても大切な方ですはいとっても大切な方々です私たちがこの時間を過ぎて新しいエルサレムに行って互いに会った時 とれほど感激でしょうか。私たちがあることを言おうとするとき、この言葉が果たして自分と相手に有益なのかをまず考えてみる習慣を身につけますように、信玄10の19に言葉数が多いところには、 その気の罪が付きものとあるように言葉数が多くなると失敗するようになるのではないでしょうか。神の言葉たちに有益の言葉はどんなことなのか調べてみましょう。エペソ4-29に悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な、必要な時、人の徳を養うのに役に立つ言葉をお話し、聞く人に恵みを与えなさいという 見言葉があります。互いに栄光を返す言葉、そして信仰を与える言葉、命を与える言葉をしなければなりません。皆さんもこのような有益な言葉を口にしますように。特にもう一つお願いしたいことは、教会のニヤを含め聖伝の中では世の話を控えることをよく知っておられるでしょう。聖伝の中ではいつも互いに恵みを与える、信仰を植え付ける霊的な話だけしてください。 本文支援に主よ私ののの口にりりをを置き私私の唇の塔を守ってくださいとあります私もこの心を持ってこの御言葉を思いながらいつも祈っています。すでに口に見張りを置いて祈っています。 いる方もいるでしょう。しかし、ほとんどの生徒の皆さんは、私のように見張りを置きたいとしたっていると思います。イースジン先生が、人が従わせるべき体の行いというメッセージを伝えてくださいましたが、その時、イエス様の口の言葉を 苦痛の言葉ににならなければならないと言われました。無駄な言葉はイエス様は言われませんでした。ただ命を与える、そして神様に栄光を返すことだけ言われました。ですから私たちもイエス様が言われたすべての御言葉は命を与えることだとしていなければなりません。私たちもイエス様のようにすべてのところに液を与えて、 命を生かしていくべきだと思います。その心で皆さんにこのメッセージを伝えました。時間の関係上全部伝えられなくて第一無駄な言葉を口にしないことを説明しました。 次の説教では第2、文を超えることを言わないこと。第3、どんな状況でも信仰の言葉、肯定的な言葉を口にすることをお伝えします。愛する生徒の皆さん、口に見張りを置くことは自分はもちろん家族と周りの意図、そして神の国を広げるために必ず必要な分野です。神様を愛する生徒の皆さんは口に見張りを置いて、 神様とすべての人に褒められますよう、イエス、キリストの命によって祈ります。聞いたメッセージを覚えてご一緒に祈ります。愛の父なる神様、恵みと愛に感謝いたします。私たちはイエス様のように、ただ命を与えて全、全人にの言葉を口にするようにしてください。 口に見合りを置くためには無駄な言葉を置いてはいけないと伝えました私たちが的外れなこと答えそして冗談流行語などを使わないで真理の言葉を口にするように神様がお助けくださいますようにそれで栄光を返すようにしてくださいイエスキリストの命によってお祈りいたしますアーメン映像で用意された同会長先生の癒しの祈りを受けます 具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますようにハレルヤ全能の愛であられる父なる神様この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安心してください人生の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と資聖殿全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください 信じられる信仰を与えて否定的な思いと疑いの勢力あらゆる試練と観難も退けてください頭からつま先まで五臓六腑骨の節節全身の神経組織細胞など具合の悪いところを皆精霊のいで焼き尽くして初めの光で働いてくださいイエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタンすべての病気病原菌患いを裂かれ光を望め 不治の病、難病も精霊の日で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ。どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと。 エイズ白血病、脳卒中高血圧低血圧心臓病肺と胃腸の病気糖尿不妊病皮膚病甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください小児麻痺、中部関節炎ヘルニアも完全になり腰痛頭痛神経痛など痛みは皆消えされ転換自閉症うつ病躁うつ病ノイローゼなど精神疾患も下がれ 全ての眉も溶けて立ち上がり歩き走れ目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください全く見えないものは見えて聞こえないものは聞こえて口の聞けないものはものを言い,言いなさい自己の後遺症も完全に癒して折れた骨もつけてくださいやけども完全に癒してください熱気を下がれ熱も下がれ父を傷は伴うように働いてください 麻薬など薬物と毒物劇物の中毒も完全に癒されなさい死んだ神経と細胞が生き返って死んだものも生き返らせてください見ごもりの祝福も与えてください見ごもりの祝福を受けようイエスクリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン空中の権威を持つ支配者である悪い霊度も世を下がれその使い立ちも下がれ この地上の悪い霊、汚れた霊、偽りあざきの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、 何をししてても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢、密会と主の燃える炎のような御目で、で全ての神の子どもたちと家庭、職場、授業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり神様を熱く愛するよう祝福してください。 神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください私は神様を見つけた体験した答えられた祝福されたと明かしする口になるようお働きください父の神様感謝します栄光をお受けください我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン その中おらる主愛の主それは命与える救いの